今回は、ナルトの仙台五影、どいつもこいつも強すぎるに対する読者の反応を紹介していきます。それではどうぞ。わかりましたら、イカゲ様。無敵超人みたいな技使う人だ。自分の必殺技意外と押さないやつ来たな。江戸天五影戦みんな面白すぎる。螺旋手裏剣の直撃食らっても平然としてる。自分はその防御力を紙切れみたいにぶち抜いてる。硬い速いのシンプルな強さで付け入る隙がないってものすごいな。砂金の人はそこまで。砂金の人はあれだけど、ヒゲスレがなし様は教えてもらった上でクソ難易度すぎる。この辺の相手が攻略法を教えてくれるゆるふわな感じの戦いいいよね。二代目水影はギャグになってた。ただでさえややこしいのにヒントなしの仙台水影様は理不尽すぎる。そしてもう一方は後ろのハマグリが幻出してるから狙えよ。だから後ろのハマグリ狙えって。昔のモブ忍者はこれをアドバイスなしで対応してたの。対応できなかったら最強伝説残りつつ最強レベル同士の潰し合いで死んだ。ガーラパパはオロチマルにあっさり負ける程度の実力だったからな。一応戦闘シーンが出たわけじゃないからサソリあたりが加勢してた可能性もあるし。歴代五影戦好き。貫き手より指少ない月の方が強いってなんなの。元ネタは木の練り方が違うから防御ができないとかだった。常人離れしすぎた世代。ちょびひげ眉なしもハマグリ幻術と蒸気防衛組み合わせてクソゲー仕掛けてくるはずだったんだ。これでもまあこの派の二代目が復活しなかっただけ有情なんだけどね。陸道帯都戦での卑劣ぶりが敵に回ったらと思うと本当にね。あいつはオート操作だと弱いし自由に戦わせたら即壊だから実質江戸天効かない。過去影様をして卑劣と言わしめるのが卑劣様だから。ムー様とヒゲの戦いって本人たちより周りの人の方がひどいことになりますよね。どの里もクソゲー敷いてくる。蒸気防衛のインパクトが強すぎる。きっちり攻略法や弱点教えてもらってるのに負けてる現代の忍び弱くね。戦争やってた世代に突然変異みたいなの多すぎるから。対戦時のモブは普段に輪をかけてひどかったと思う。鉄壁の防御に攻撃力と速さも最上位クラスな上に江戸天による無限チャクラと再生もある中ボス。柱間扉間あたりと戦ってた世代ならこれぐらいするよね。ガーラパパは金っていう唯一無二の力持ってるし、ほぼ身内の暴走特化だからなあれ。スチーム防衛あたりもなかなかのクソゲー感あったけど、雷影は単純に火力がな。対戦時はこんな奴らと戦わないといけないんだから、そやあ卑劣様も卑劣になる。サルってスレがいた時代でも五大国最強を長年守り続けたんだよね。すごくない？単なる無個性なだけで実力はそれなりにあったからね。猿は一般人最強、問題は超人や人外がポンポン出てきた。不可視チャクラ探知不可視光原子分解ビームとちょっと無様強すぎる。一体誰が考えたんだ江戸転生とかいうクソ術。ムー様も結局兄さんが術得まで倒せなかったし。分身じゃなく分裂ってなんだよ分裂って。バトル漫画で敵が自分の能力教えてくれることはよくあるけど、その中でもかなり特殊で面白い展開だと思う。月系統体外にも得意体質が3つくらい重なってるよねなし様。この時点で原影が旧世代の大野木以外かなり微妙に感じる上に、連載中のボルトに至っては歴代最弱世代なのではと感じる。それだけ平和になったと考えればまあ、A 様はサスケが悪いだけで普通に強いから、二代目ホカゲの強さはその満ち溢れる悪意と殺意にあるからな。ムー様は何なの人間なの。この白寿司の影対決は今見ると超小規模だ。あの程度の戦いを見て戦慄してるモブ人でもう里自体がどうしようもないレベルで劣化してるんだなって。柱間卑劣様はあれでスペックがダウンした状態だからな、フルスペックなのは神数千樹の回想シーンくらいか。実際こういう対処法で殺されたのかな、雷影様こういう対処法をものすごい物量作戦でちまちま続けて、一週間くらいぶっ続けで戦い続けて死んだんじゃなかったかな。その一週間くらいの窓トンに攻め立てられ続けたのかなと。対戦時代の忍ぶ化け物多すぎてそやふ抜けた言われるわって。影クラスがスタミナチャクラ無限でどんだけ怪我させても回復して襲ってくるならそや強いという身も蓋もなさ。ちょっと待てよ雷影様。ドトンはライトンに弱いのにドトンの忍びを前列に置いたら意味ないじゃないですか。アース代わりだろ、ドトン自体はライトンには弱いけどその分吸ってくれるんじゃ。適当。二代目水影が自動で術に対処してしまうって江戸転生の特性を語ってて、三代目雷影の場合、ドトン出されたら勝手にライトンで対処しようとするそこを攻め立てろって意味だと思う。単行本だとドトンの盾を作り、封トンで攻め立てろに訂正されてるから、よりわかりやすくなってる。ああ、なるほど、使う術を誘導させろって意味か。
問題はフートンで攻め立てても江戸天聖のせいですぐに回復されることよな。めちゃくちゃ硬くて自動蘇生とか相性良すぎるんだよ。どうやって封印したんだっけ。三代目雷影の一本抜き手を千人モードで見切ったナルトガラ千眼を腕に当てて抜き手が雷影の胸に当たるように引いた。再生時の行動不能期間のうちに封印した。この連中と比べても柱間が強いんだろうな。奴は最強桁違い。変なものと比較するのはダメだよ。600族の話してるのに伝説メガ進化か原始回気持ちの話すんなよ。柱間は手塚進化ゲは時はそうみたいな。柱間も生前はちゃんと死んでるんだから丸す方法はあるはずだ。死因は柱間癌細胞説。綱手によると初代は犬死にだとか。ガチでどうやって死んだか不明すぎる世代特に雷影。敵の大軍を相手に仲間を撤退させるべく一人で立ち向かって戦死したらしい。当時は江戸天聖じゃないからチャクラ無限のおまけがなくて普通にチャクラ切れかなんかしたんじゃないかなと。部下を逃すために1万人の敵相手におとりになって3日2晩戦い続けたとだけ聞くとかっこいいけどこれ多分雲隠れがいつも通り誘拐だの拉致だのでヘイト集めまくって複数の里で連合組まれたってことだよね。実際三代目雷影の時に串名誘拐しようとしたりしてるからな。水影と土影は相打ちトップ同士が戦う異常事態から他の忍びとの隔絶っぷりが伺える。本編では江戸天聖の不死身ボディと無尽蔵チャクラのおまけ付きだったから封印するしかなかっただけで、千人モードナルトに普通にカウンターされているしはチビの力押しでも相打ちまで持っていけたらしいしどうやって死んだか謎ってほどではなくね。まあ千人モードナルトもはチビも影クラスの強敵ではあるが三代目雷影が影クラスの中で飛び抜けているということはないと思うよ。ゾンビ爆弾、無限蒸気爆発、分子分解ビーム、二代目環境魔強剣。初代二代目世代はまだ里という概念がなく一族単位で動いていた時代の奴らだから必然的にそんな中で生き延びたり生き延びられる実力あるやべえ奴らで二代目の仕事は出来上がった里を守ったり支えることだからより殺意が研ぎ澄まされてる感じするよな。こいつらとまともに戦わないためにはルールが必要になってくるよなから作られたのが江戸天聖なのかもしれない。感知できて、透明になれて、そこからチリトン撃ってきて、瞬時に分裂でもできるムー様マジで無法すぎて好き。復活した江戸天影の皆さん、基本的に現世の忍者サイドに肩入れしてはいるんだけど、く、やめろ、頼む、俺を止めてくれ。とかじゃなくて、押し行くぞ、俺の術マジですごいからちゃんと防げよう、だからそっちじゃねえっての、倒し方教えてるんだからちゃんとやれよ。手部活に顔出した OB みたいなノリで特に悲壮感もなく暴れるよね。クソみたいな争いが当たり前の世代だったんだろうな、と感じる。元部下やその子孫もいるだろう連合相手に軽いノリで殺し殺されしてるし、味方殺しも頻繁にあったんだろうな対戦時は。なんか卑劣な術で蘇らされてマジかよってなってたら自分とこの里のガキどもが連合組んで頑張ってるし、中にはガーラみたいに有望な奴もいるからな容姿おじちゃん攻略法教えるのとかやめて本気出しちゃうぞ。良くも悪くも殺し合いに身を置くことに慣れまくってるんだろうなとも思った。倫理とか以前に自分の意思関係なく好き勝手暴れさせられるっていうのに一番キレてたちょびひげとか、結構ノリノリで現役世代潰そうとしてるムー様は何なんだろうな。まあ誰が悪いかってそんなクソみたいな下道の術作った奴に言えって話だよね誰でしたっけ。